皆さん、トイレットペーパーを作るところって見たことありますか？その工程を見学できる巨大な工場が辰野市にあるんです。やってきたのは西日本エーザイ。なんとこちらの会社、回収してきた古紙をリサイクルしてトイレットペーパーを作っているんです。案内していただくミキさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この工場はですね、原料 100% 古紙でリサイクルしてトイレットペーパー作ってるんですけど、身近な商品でありながらどうやって作ってるかっていうのをね、皆さん、知られないと思いますので、この工場を見ていただきますと、古紙がトイレットペーパーに生まれ変わるところを見ていただくことができます。それでは工場見学スタート。こちらがね、一番最初の工程で、古紙をね、ドロドロに、溶解、溶かす工程になります。でこちらの方へ、牛乳パックだとか、それから、産業古紙、工場から出てきた古紙とか、それから、オフィスから出てきた機密書類とか、そういったものをこちらで、ドロドロに溶かす工程になります。しかも機密書類はファイルについているプラスチックや金属なども外さずにそのままで OK。 箱に密封した状態で処理できるので、とても安心なんです。こちらはドロドロに溶かされた紙の中からファイルなどについていた金属を取り除く機械です。そして表面にビニールがついている牛乳パックなどからビニールを取り除きます。こちらの、牛乳パックのビニールについても燃料としてリサイクルさせていただいてます。でやっぱり古紙をリサイクルするといろんな廃棄物出てきますけど、その廃棄物についてもいろんなところでもう一度リサイクルするということでね、廃棄物ができるだけ少なくなる努力をいたしております。金属、プラスチック、ビニールなど不純物を取り除いた後は、繊維より軽いインクを泡と一緒に上へ浮かして取ってる機械です。古紙の中にはいろんなインクがたくさん入ってますけど、この機械できれいに取れます。すべての不純物を取り除いた紙の繊維、ここからトイレットペーパーの製造がスタートします。こちらの消脂工程になりまして、紙をついている工程になります。よく手付きの紙にいられると思うんですけれど、こちらはその紙をこういった大きな機械で、作っております。で最初水の状態をどんどん水を切りながら、シートにして、最終的に乾燥させてトイレットペーパーが出来上がります。うわー、超巨大なトイレットペーパー。直径 1.8 メートル、幅2メートルもあるんですって。だいたい1本から8000ロールのトイレットペーパーができます。そしてこの巨大なロールを機械にかけ、商品として規定のおよそ50メートルの長さに巻き替えます。この1本でトイレットペーパー20個分なんだとか。ここはロールカッターといいまして、下のワインダーで巻き替えた商品をカッターで切っているところになります。トイレットペーパーの形がここで出来上がるわけです。いくつもの工程を経て出来上がったリサイクルの紙を使ったトイレットペーパー、袋詰めしたら完成です。創業当時昭和38年からも 100% 古紙でリサイクルでやってきております。で現在ですね、年の森プロジェクトというのを推進しておりまして、山とか森に木があるんではなくて、都会でですね、もう紙ゴミになって捨てられているのがたくさんあると、そういったものをやっぱりどんどん集めてリサイクルしていこうということでね、やっぱり森林守るというのもやっぱり一つの目的で、そういったことで古紙にこだわってやっております。これで工場見学は終了になります。どうもお疲れ様でした。お土産としてですね、この兵庫の紙を、ワンロールずつお渡ししておりますので、どうぞお持ち帰りください。リサイクルについて改めて考えることができました。資源を無駄にせず再利用、皆さんリサイクルへのご協力お願いします。